アウルス・ポストミウス・アルビヌスは、紀元前2世紀後期から、紀元前1世紀初期の共和制ローマの政治家、軍人、紀元前99年にコンスルを務めた。アルビヌスはパトリキである、ポストミウス氏族の出身である。ポストミウス氏族は、ローマで最も有力な氏族の一つで、共和制ローマ建国5年目の紀元前505年には、プブリウス・ポストミウス・トゥベルトゥスが、 氏族最初の執政官に就任しており、その後も多くの執政官を出してきた。カピトリヌスのファスティの欠損により、アルビヌスの父及び、祖父のプラエの応ンは不明である。しかし、歴史学者 W. スミスは、紀元前110年の執政官、スプリウス・ポステミウス・アルビヌスの弟である前、法務官アルビヌスの子供である、可能性があると指摘している。前法務官アルビヌスは、 ヨグルタ戦争でのローマ軍の敗北に責任があり、その後ローマから追放された可能性がある。一方で、カイミウンツァーは、全法務官アルビヌスの老いであることを示唆している。さらには、同一人物との説もあるが、これを支持する者は少ない。アウルス・ポスミウス・アルビヌスによって中造されたと思われる、高価失勢官就任年とウィリウス・ポの規定から、逆算して、アルビヌスは遅くとも、 紀元前102年にはプラエトルを務めたはずである。実際に、アルビヌスが歴史に登場するのは、紀元前100年末の執政官選挙の年である。アルビヌスは立候補した4人の候補者の1人であり、他の候補者は、マルクス・アントニウス・オラトル、ガイウス・セルウィリウス・グラウキア、ガイウス・メンミウスであった。オラトルの当選は早々と決まったが、残り1つの席を3人が争うこととなった。 しかしグラウキアはその年の法務官であったために、投票前日に資格なしとされ、また投票日の朝にメンニウスが殺害された。元老院は殺人にはグラウキアが関与していると非難し、グラウキアの政治的同盟者である五民官、ルキウス・アップレウス・サトルニノスの排斥に利用しようとした。結果としてアルビヌスは失政官に選ばれることになる。 実際には、メンミウスの殺害者の背後にいたのアルビヌスであるという意見がある。アルビヌスとメンミウスは、選挙では、ライバル関係にあり、またユグルタ戦争時には、親戚であるスプリウス・ポストミウス・アルビヌスを告訴、したという過去があった。アウルス・ゲッリウスは、この年に悪い予兆が見られたとする。このため、両子生官は神々への追加の生贄の差し出す、法令を採択した。 紀元前99年の他の出来事としては、サトゥルニヌスに反対して、ローマから追放されていたクイントスカエキリウスメテルス、ヌミディクスの帰還を何人かの言動委員議員が求めたことがある。この件に関するアルビヌスの関与は不明であり、またイケニエ以外のアルビヌスの業績の記録も残っていない。紀元前89年にアウルスポストミウスアルビヌスという人物の記録が現れる。 当時は、同盟史戦争の最中であり、ポンペイ方位戦に、レガトゥスとして参加したが、大逆罪の容疑や、耐えがたい傲慢さのために、兵士たちに撲殺された。アルビヌスの軍隊は、ルキウス・コルネリウススラ指揮下に置かれたことが、知られているが、スッラは殺害の責任者を処罰しなかった。このような重大な違反を処罰しなかっただけでなく、むしろそれを誇りに思っていたが、 彼兵士たちはその罪を勇気を持って贖うために、さらに好戦的になると考えたためだ。プルタルコスはこのアルビヌスを全法務官としており、オロシウスは元執政官と記している。ミュンツァーは、もしオロシウスが正しければ、この人物は、紀元前99年の執政官と同一人物であると結論している。ブロートンもまた、この説に賛成している。ありがとうございます。